八戸市長小林誠さんがお願いいたします。小林市長どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。我々八戸のセカンドスイーツステージの劇機会というんでしょうか、本当に大勢の皆さん参加されて、世界に対戦されておりますことがあるので、これからお喜びを申し上げます。スポーツでは街をもちゃ、盛り上げるということで、いろんな取り組みをこれまで進めてきました。まあ、スポーツ協議会、振興協議会というのを作ってですね、バンダーレアトリもそうですし、ドッグビューブリッツ、青森バッツ、まあ、この3チームを主にですね、市民全員で応援していこうと、そして、まあ、スポーツで、八戸市民の顔が笑顔になるようですね、そういう街づくりを進めていきたいなと思って、これまで取り組んできましたけれども、バンダーレアトリの皆さんにはですね、お総理代表をはじめ、本当にチームのですね、活躍で町を盛り上げていただいているということで、本当にあの感謝申し上げたいと思います。ピッチでですね、頑張るだけではなくてですね、いろんな場所で学校行ったり、子どもたちのためにさまざまな取り組みをしていただいて、そのことに心から感謝申し上げたいと思います。またチームを支えていただいているスポンサー企業の皆様、本当にありがとうございます。そして様々な皆様、本当にありがとうございます。私の立場からもですね、心から感謝申し上げたいと思います。まあ、成績については先ほどお話があった通りでございます。6連勝の時はこれはもう確実と思ってましたけども、まあ、エレベーターの故障ということがご報告ありましたので、第2ステージではですね、もう柏谷監督と、キャプテンの決意表明を聞いて、本当にしっかり頑張っていただけると私も確信をいたしました。皆さんと共にですね、応援をしていきたいなというふうに思っております。そして何よりも6月21日天皇杯2回戦勝利、本当に感動しました。素晴らしいなと思いました。何年か前にですね、川口茶屋、餅山で亡くなっていて、その時何だったか忘れましたけれども、初めに公園でおいでになってですね、夜の食事会をしたんですよね。地元のチームがバンダーレ八戸っていうチームがありますと話をしたら、そういった言われたのがですね、名前を変えろと紛らわしいと、バンフォーレと紛らわしいので名前を変えろと言われたんですけど、今度はですね、バンフォーレの方に名前を変えてもらうと思います。いずれにしてもですね、天皇杯の楽しみも残ってます。皆さんと共にですね、セカンドステージ大いに応援をして、目標を果たすようにですね、我々も頑張りたいと思います。本当に今日はおめでとうございます。ありがとうございました。